ンビ2017予選2会場目新潟チャンプはリリカル、おめでとうございます。ありがとうございます。いやーやばかったですね、決勝16小節日本の道はどうでしたか。いやーなんかもう UMB は去年出てベスト4まで行ってるんですけど、うん、スタミナ勝負だなって本当、うん、そうですね、特にベスト4からは。そうですね、うん、いいバトルでした。いや決勝のダークも超やばかったですね、福島やばかったですね。いやでも新潟の誇りを保てたんじゃないでしょうか。そうですね、ですね、新潟が優勝できたんで、うん、素晴らしかったです、ナイスバトルでした、はい、ありがとうございます。それではじゃあ優勝したチャンピオンのリリカルさん、 MC の名前の由来などをちょっと教えてもらえれば。あ、MC の名前の、そうですね、リリカルっていう名前をなぜつけたかっていうのをちょっと視聴者の皆さんによろしくお願いします。はい、すごい叩かれるかもしれないですけど、うん、リリカルというのはなんかラップ始めるときに、うん、リズミカルな発音が良かったんで、うん、マダガスカルっていう映画あるんですけど、はい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 、はい、出てる映画あるんですけど、うん、そこでリリカルディー、リリカルディーって踊るんですよ、うん、あ、リズミカルだなって、リリカルです、うん、リリカルって言ったらリリックもこうリリカルなっていう意味もありますもんね。そうですね、リリシスとか、うん、ああ素晴らしい名前です ね、 ありますね。新潟リリカルチェックしてください、よろしくお願いします。さあそれでは先ほどちょっとザックバランに喋っていただきましたけど、はい、地元の自分の街のことなど皆さんに紹介してもらえれば、素晴らしい街だっていうのはちょっと軽く聞いたんで、はい、それをちょっと紹介してもらえればと。そうですね、雪が降ったりとかして、うん、もうサイファーも、友達と、うん、ブラックスマイルと、うん、あともう2人っきりでやってる時もあったくらいだったんですけど、うん、もうやばいな、雪の中で、はい、やばいな。でもなんか、うん、もうこれを撮るために、うん、もう他の奴らの倍以上やらなきゃいけないっていうのは自覚したんで、もう1年間ずっともうほぼほぼ休みなしでやり続けたっていうのが、うん、そうですね、新潟サイファーは本当に強い、そこは強みだなっていうのが、それはもう去年のベスト4で負けて体力勝負だと気づいてから1年間もう毎日練習してきたという。その前からもずっとやってたんですよ。さらにまた強めてやってましたね。この1年間挑んで取ったチャンピオン、そうですね、すごい、雪の中2人でサイファーやばい、できない俺は俺はできない、すげえリスペクト、寒さに強いんで、なるほど、雪国ならでは、はい、俺はできない、すごいです、さすがです。それではじゃあまあ今もいろいろサイファーのことなり教えてもらいましたけど、はい、ラップを始めたきっかけとかを、すごいミーハーって思われてもいいですけど、うん、高校生ラップ選手権見たんですね、うん、それにすごい趣味をちょうど探したんですよ、うん、ギターも買ったし、うん、ダンスもやったし、の中でその時になんかカンさんの、うん、MSC の曲を聴いてから、うん、そこから選手権に飛んだんですね、うん、それでもう心打たれて、うん、もうラップを始めました。あー素晴らしい、いいことですね、本当にそれは素晴らしいと思います。じゃあその話の延長線じゃないですけど、影響を受けたアーティストとかは、自分がラップのスタイルもそうだし、まあ、今始めたきっかけは高校選手権っていうのもありましたけども、はい、その中でも今もずっと、ああもうこの人だなみたいな、ああもうこれもう本人も見るかもしれないですもんね、うん、いやマジで椿さんはもうすごい、おお今大注目のティグさん、どうですか。椿君はもう最高、最高ですね、人柄もいいし、遊び方もかっこいいし、でもなんか似てますね、あ雰囲気が、はい、あ本当ですか。椿君は年が近いんですか。いや俺本人とはもう会ったこともないんで、若いっすよね。若いです、若いまだ25とかそんくらいです。じゃあこの新潟チャンプになったきっかけでリンクするんじゃないでしょうか。それあったらすごいですね。ラブコールしときますか。椿君に。いや、なんか、もっとすごいのを出してから。いやー、でも十分、新潟のチャンプになっただけでも十分すごいです。ありがとうございます。ファイナルでやばいバトルを期待しますんで、よろしくお願いします。はい、それではじゃあ、それも含めまして、自分の活動も全部含めて、今後の夢など。今後の夢、うん、そうですね、地元で、はい、まあ、昔からずっと新潟ではラップシーンはあったんですけど、うん、最近やっと若手に火ついてきて、先輩のウスさんたちがいて、DJ の方たちがいて、このクラブセブンがあって、うん、やっとこんくらいの客も集まるし、うん、それを続けてきて、なんかなおかつまだこっからもどんどん行くんで、うん、そうですね、ブラックスマイルってやつが広告になるんですけど、三毛作っていうイベント開いてるんで、なんでもうそれはここクラブセブンで、あ、クラブセブンじゃないんですけど、あーなるほど、ゴールデンピックスという古町の近くなんで、なるほどですね、出たことある、うん、そうなんです、ほら、ティクさんも俺もそう、おー、なるほど、いい、うん、もうこれからもずっと俺らヒップホップ、はい、俺らなりの緩い
間違いないやり方ですけど、うん、続けていきます。間違いない、いいこと言いました。ヒップホップ続けていきましょう。キープゴーイン、間違いないです。それではじゃあ全部組みまして、2017グランドチャンピオンシップが12月30日新木場スタジオコースで行われます。そこへの意気込みを最後バシッと。いや、あのプロップスとか気にせず無名ですけど、もう全力で叩きのめしに行きます。間違いない。去年無名のアーティストでスーパースター生まれてるんで、はい、これをリリカル君がバシッと次世代やってあげてください。はい、お願いします。頑張ります。それでは今宵2017新潟予選 UMP チャンプリリカルさんでした。おめでとうございます。リスペクト。行きましょう、リリカル、レッツゴー。ストリートドリームだろこれ。いや、駅なんてずっとやり続けたサイファー、フラットさ無駄じゃなかったな。雪が降る時陰を踏んだし、雪もそれなりに踏み潰してきた。膝で汚れたインバーもう踏まれ尽くした路肩の雪と同じだ。じゃあ丸めて何ができるのか、俺に負けた先輩アメフト、流した涙俺も泣きて、それは日本一にさせてくれ。その時だけに流す涙、まあでも背中で語るしかないじゃん。さっき言ってた背負った先輩も見に来てるし超最高だぜ。新潟 MP ありがとう、ホント。リリカルに伝覚賞、今年の新潟チャップです。もう一回もう一回伝覚賞送ってあげてください。そりゃ分からなくて結構なこった、俺が絶対に決勝残った。分かってねえな、やっぱ俺たちは相乗効果ある相当ボスだ。お前さ全然詰まってる、新潟西洋にまだ甘い、分かるこの場なのにさ、なんだこの声量、まるで恋心のワンダストレーション。お前は一回戦で当たったマイメンだ、パイセンだ、だけどもハイヘイラー、分かる俺はリンジャズの代弁者、俺のスキル常に再現した。わかるかな、こっちゃ経験生んだ言葉でお前らを運ぶぜ。 OK、 俺にと任せとけ、新潟全国に分からせるぜ。終了、ナイスバトル。さあ決めましょう、第3試合延長戦、ヤバい方に声をかけてください。まずは先行スワッ、続いて後攻ダーク。まずはダーク、陪審の皆さんお願いします。Ready, judge!